全国訪問パーソナルの1日目が始まります。うわー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 。1日目は愛知県は名古屋市、行ってきます。名古屋駅に到着しました。そうです。オンラインで僕もクライアントさんなんですけど、本当朝から来ていただいてね、こんな風にお会いできるとは光栄ですよ。お待ちください。全国訪問。今から何されます？楽しんでパッと行きます。ふざけんなと。楽しんでいきます。楽しんできてください。ありがとうございます。では最後に一言。ぜひチャンネル登録お願いします。全然違った。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。もちろんです。じゃあ楽しんでください。ありがとうございます。今回全国訪問みたいな感じで出させてもらったんですけど、はい、それなぜやってみようってなってくれたんですか？もともと動画拝見してて、はい、ただ喋ってみたいな気持ちもあったりとか、筋トレ的な部分でちょっと違った知見を、はい、はいはいはい、おエネルギッシュな方なので住みたいというか、はい、なんでそんなにガッツが出るんだろうみたいなはいはいはい、ここはありますね。めっちゃ目見てくるじゃないですか。いいんじゃないですか、目がもう、まあ、マジですか。意気込みの方どうぞ。浜田さん見せつけてやります。これがちっせえ。はい、行きましょう。Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she want it, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it, so they hate everybodyEverybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeahちょ腕見せてもらっていいですか？もうパンパンじゃないですか？はい、今日はですね、背中と腕の裏、腕の表やったんですけれども、はい、まあ、基本的にフォームを中心にやらせていただきました、はい、いかがでしたか？もう地獄ですね。本当にきついトレーニングがあるんかな。あと今までちょっと甘かったかなと。いやー、濃厚な1時間でしたね。もうこんなに濃厚な1時間とは正直思ってなかったです。あ、本当ですか？はい、嬉しいです。こんな鍛え方あったんかとか、勉強になってすごい貴重な1時間でした。ありがとうございます。本当にこちらこそでございます。ということで今からご飯行きましょう。はい、行きましょう。はい、レッツゴー。こんな嬉しいこと言ってくださるんですか？全国訪問愛知県でございました。今日はこれでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた機会があったらお会いしましょう。お会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでじゃねー、さよなら、バイバイ。今回何が良かったかっていうと、一番価値を感じてくれたのは意外にスターバックスで喋れた時と、あとはそれ以外に食事とかしたいんですけれども、価値感じてくれたみたいで、トレーニングもそうなんですけど、それ以外のこうコミュニケーションを取るっていうところでもすごい価値を感じてくれたみたいで、それが本当に嬉しかった。もうほんまに申し込んでくれてよかったっていう風に言ってくださって、一つ目にしてはいいスタートが切れたんじゃないかなっていう風に思ってます。いやー楽しかったです。はい、愛知県編ここで完とさせていただきます。次は12月3日の福岡でお会いしましょう。バイバイ。